岡山は自動昇格に向けてまだまだ可能性もありますからね。そうですね。そういう意味でも残り試合全て勝ってというところを考えているでしょうし、ボール持ち上がる左のボールですが、ここは川野よく見ていました。前田中が走るな。ここは一旦中央ムークを使う。ムーク長井に対してこぼれているが落としてムーク、シュート決まった。負けないようにしながらラストパスで冷静にニアサイドを抜いたというところは、本当に昇格に向けてチーム力が上がっていることを証明するゴールだと言っていいでしょうね。縦抜けるチャンスになる。クロスに対してシュートは決まった。佐野が決めた。佐野に譲ったことによってキーパーの前で、ね、バウンドしたシュートでしたからね、反応もしよかったでしょうけども、いい形でシュートを打ち切ったというシーンでしたね。素晴らしい攻撃でした。長いもうまく体を避けました。中には2枚混ぜ、縦に仕掛けて低いクロス、エルビカルドーゾシュート、キーパー正面でした。あそこはしかし反転してから非常に速いシュートでした。必要になってくるわけですね。岡山ボールです。先場シュートできた。キーパー正面いいですね、はい、シュートで終わるということはいいことだと思いますし、ボール奪う。先場、先場のシュート、キーパー正面、もう一度押し込んだ。最後までボールから目を離すことなくね、このまま一つで決めることも できればよかったですけれどもね、それでも最後まで諦めなかったところで、次のコーナーキックということになります。ボールを蹴るのはリャン・ヨンゲ、一つ意地を見せたいところです。中央ボールこぼれている。そしてここで長い